みなさんこんにちは、横田未来です。高梨優香です。トゥルルーン、モクモクモカです。やっほーさくらです。イエーイ。今日はなんで体育着を着てるかと言いますと、あゆくる世界を作ろう。あゆくる世界、皆さん知ってますか？はい、知ってます。今日元気なんよ。元気だね。そう、うちらのやつ、おそろいのツインテールとかもしちゃったよね。ね、かわいいよね、うちら。あゆくれゼッケン。韓国のゼッケンなんですけど、はい、ここ前と後ろに自分の名前が書いてあるやつで、実際ね、今手元に名前が書いてあるの。こちらでーの、じゃーん。ハットアットっていうアプリで、よく愛用してます。え、いいよ、めっちゃいいよね。今日はここにシールとかマスキングテープとかでここをデコって、はい、それゼッケン作っていこう。え、かわいいのいっぱいあるからこれ。すみません。それではレッツゴー。じゃあやりましょう。やりましょう。え、みんなお花使う。じゃあゆかシールにしようかな。それかお絵かきしようかな。え、ゆかちゃん、お絵かきは絶対できないからやめとくわ。お絵かき悲惨なのに。ゆかちゃんさ、そう。じゃあゆかいっぱい絵描くね。え、みんな手作りとかしたことある？体育祭で。え、マジでそういうのできない学校だったの。厳しくて、めっちゃやらせてくんなかった。壊滅的だからさ。そうなの？え、逆に見てみたい。やだ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 、絶対やだ、絶対やだ、絶対やだ。見て、かわいい。一人だけやってる工程全然違いすぎて、なんかみんなお絵かきしてるのに、一人だけマスキングテープめっちゃ切ってるし。なんか授業中思い出すね。わかる、なんかね。授業中って言葉、久々。あんた JK でしょうが。それな？高校になって授業はないじゃん。なんだろう。ミラもさ、高校通信だったからさ、6年ぶりぐらい。え、未来さ、何歳？未来18だよ。高校生じゃないの？ゆかの1個下だよね。しっかり現役で高校卒業してるから。雲も描けないの？そうなんだよ。絵がね、壊滅的なの。お絵描きっていうものを小さい頃からやってこなかった人間だからさ。そんな人いるの？います。ここに。版画とかでさ、自分の顔描くみたいなって。もう泣きたい。版画やばいよね。壊滅的すぎて泣きたかった。でもなんか模写とかは、模写って何？絵があって、模写模写食べちゃったです。模写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 ですにしようよ、今度から。やだよ。もうこれ以上やったらミラやばい。そう。そんなやったの？あ、結構や。想像以上だった。ね、好きな食べ物とかある？メロン。あ、そうだね、ムカちゃんそうじゃん。みんなは？辛いもの。海鮮丼。もう何がしたいか分かんなくなったけど。え、可愛いじゃん。え、ムカちゃん。可愛いじゃん。いいことしようか。何？ありのままにやったらいいんだよ。思ったままにやったらできるから。それ才能あるやつが言うんだよな。才能しかない。才能でしかないよね。才能の塊。ね、どっこいしょ、どっこいしょ。オランブシさ、一回全力でやったことあるの。中3の時に、オランブシ係みたいになって。ソーランブシ係？え、うちもソーランブシ係？何それ、ね、え、前でみんなに教えた？そう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 。自分で、自分たちが早く覚えて。え、待って、ソーランブシ係やってそう。みんなの前でやったの。そう。え、ゆか、ソーランブシやったことない。やる学校じゃなかった。信じられない。体育祭やってよ、体育祭。テレレ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 。あらー。本当にやったことある。そんな曲だっけ、その。いけない太陽。なー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 。はいはい。なんかさ、いいよね。なんか今学生に戻った気分、私。ね、わかる。なんかさ、いつもさ、歌ってた。学生に戻りたい。マジで。でもそれこそさ、こういうさ、ゼッケンとかさ、うん、ゼッケンじゃないけど、うちわ体育祭とか、あとなんかダンス部がね、なんか名前書いてあるうちわとかパネルとかもあって、わーってきた。それあの、ワンバカイ。私の個人チャンネルで使ったやつなんですよ。使ったの？どういう風に使うの？バーンしてだって。え、でもなんかこういうのさ、作ってる時期めっちゃテンション上がる。わかる。続いて、脇を切る。脇を切る。脇を切ります。余白を切る。そう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 。てか、こういう作り系ってね、マジほんと性格出る。文化祭準備とかさ、そういう時の雑談がなんだかんだ一番楽しくない？わかる。夕方までやるの楽しいよね、放課後までのこと。先生が一緒でさ、音楽流してさ。わ、懐かしい、懐かしい。懐かしいよね。なんか男子手伝ってくれなくて、ちょっとです。あ、もかちゃんめっちゃ言ってそう。言ってそう。合唱コンクールとかもう男子やった、男子。
そういうこと、私指揮者だったから。うわ、いっそ、やってそう、指揮者やって。指揮者。指揮者賞もらったの。指揮者賞。ラミネートに今から貼っていきまーす。ここも剥がすの？白いところも。どこ剥がしてる？マジ性格出るな。あ、やばいやばいやばい、もうやめてやめて、待って、助けてえ、うちマジで迷うんだよね、こういうの。あ、待って待って待って、やばいやばいやばい、ね、やばいよ、これマジで絞ったら反対反対ね、やばい、腫れちゃった、入れてないのに。あはははは、絶対もう戻ってくるんだけど。え、これさ、こう剥がしてたのさ、よくない？ミラもうできちゃったよ。いや、天才。え、こ、このやり方おすすめです。上切らないよね。切ってない。切っちゃったよ、私。切っちゃったの。あ、上切ったらボロってなるんだ。上切ったらさ、これとこれが分かれちゃう。接続部分、赤が、またくっついちゃった。あはは、ありがとう。さっきの私やで、ね、私と、私と同じぐらい。何本学ばん。ちょっとかじられてるイチゴっていうのもさ、ゆかちゃんっぽい。わかる。ゆかちゃんってザ可愛いって。わかる。女の子嬉しい、なんかめっちゃ褒められてる。が、男受けしたくないけどみたいな。で、そういう人になりたい。別にモテたくないけどモテちゃう、なぜかみたいな人。そう、それなんだよ。あなたはそれなんだよ。あ、羨ましい。でもさ、簡単だよね。あの、失敗しちゃったけど最初は。ちゃんとさ、成功のやり方見つけるのさ。だから最初は、あの、何もデコってない方をやることをおすすめする。そうだね。デコってる方を最初にやると失敗した時に絶望の淵に立たされる。だから、うん、失敗者がいた方がいいよね、やっぱ。うん、そうだね。続いて穴開けパンチで、はい、穴を開けていく。穴開ける。まあ穴を4つ開ければいいです。穴前によってサイズ違うね。だからこういうのも自分で工夫できるってことでしょ。本当にそう。文字のサイズちっちゃくすればこうちっちゃくなるし。本当だ。確かに。オッケー。できました。穴に紐を通していきまーす。あ、わかったわかった。こうして、はい、来た。これを、ここから通すんだ。やるやん。できた。違う。上下にある。ね、やばい。聞いてもわかんない。もうやだ、中毒時代思い出す。てか、完璧にやるぞ。天才みたい。ありがとう。できた。できた。はい。ということで、完成しました。完成。順番に見せていきましょうか。せーの。じゃん！おー、かわいい。テーマがありまして、愛に育まれるメルメンバー。長っ！ここにメルのメンバーの名前も書いてます。メル TV を応援してねって書いてます。かわいい。かわいい、かわいい。すごい、なんかね、未来ちゃんっぽいね、なんかね。個性詰まってる。未来って感じ。かわいい、かわいい。じゃーん。まあ、天才。マジかわいい。天才。ほぼ手書きでやりました。もう自分のメンバーカラーの水色を使って。みんなの似顔絵とね、動物とかいっぱい描いてる。ゆかちゃん。これ天才だよね、このゆかちゃん。でーす。わーい。バーン。かわいい。こんな感じ。シンプル。シンプルだね。めっちゃモカちゃんって感じ。私はこういうの割となんか毎回ごちゃごちゃさせない。結構シンプルめが好きなので、顔文字ついてるハートのシールとかもちゃんとこの名前を目線が見てるようになってたりとか、一応なんかそういう細かい工夫があったりとかもしてます。じゃあ、最後。いけ。せーの。じゃーん。で、このノリ、このメル TV をノリにしちゃいました。あと、ゆかちゃんが海鮮丼が好きって言ってたので、上に乗ってるノリを意識しました。海鮮丼言う前にもうノリだった。大丈夫だね。真面目なところある。メルメルばっかり出る。まあ、前は、かわいい。着物アレンジすごい。かわいいのか？でもなんかすごい簡単だから、なんか今回はみんなのこの想像というかイメージとかで作ったけど、うん、なんかデザインお揃いにしたりとかしても可愛いし、うん、確かに。なんか紐の結び方とかもさ、なんか二重にしたり、ここでリボン作ったりとか、うん、なんかもっとこういう紐じゃなくて太めのリボンとかやったのも可愛いかなと思いました。なんかレースとかでやったの可愛い。可愛い可愛い。こうね、私たちの名前にしてくれても嬉しいし、ね。あー、いいね。確かにね。推しの、推しのみたいな。顔写真とか。本当に簡単なので、皆さんもぜひやってみてください。やってみてください。今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。やってみてね。ねん。ねんねん。なんでねんねん。